皆様こんにちは。聖書の予言を8回連続してシリーズとして勉強している時間です。竜と戦う女の一生そういうテーマで今日は第4回目の時間となります。目視録中3章をもって二刀の獣の陰謀というテーマで学んでまいりたいと思います。 目示録中3章を見ますと2トの獣が出てまいります。この2トの獣はいかなる勢力であり、彼らがどのようなことをなすのか、これは終わりの地帯を生きる私たちと直接関連していますので、とても重要であります。まず今まで勉強されたように、聖書の主人公たちを確認したいと思います。聖書には3つの主人公が出てまいります。 最初女ですね、これは教会です。で、2番目には蛇、ね、サタンです。これは悪役ですね。そして、ミ、え、コ、ー、イエス、キリストのこの3つの主人公が、聖書全体の歴史を通して、善悪の戦いを成していくわけですね。まず、 皆さん勉強されたように竜との戦いというのがどのように竜と女の戦いがどのように進んでいるのかその構図を確認したいと思いますここに蛇龍がありますね女がいますそしてこの女は旧約においてはイスラエルであり新約では教会です旧約のイスラエルを 国が必要に攻撃するそしてイス,イスラエルを滅ぼそうとしますその代表的な国がエジプトでありそれからアシリアですバビロンその次はペルシアギリシャそれからローマ帝国このローマ帝国の時代にイエス・キリストが来られましたでこの地上に教会を建てられました この地に残された教会を初期にローマ帝国が攻撃しましたが、その後にはです、ね、教会が堕落して、そして堕落した教会が神様の民を攻撃していきます。それがローマ教会です。まあ一般に言うカトリック教会をいうわけですね。それではタニエル七章の獣をですねもう一度確認します。 最初の獣は、これ、獅子、このバビロンを象徴する国でした。第二の国はクマ、メディア、ペルシャ帝国ですね。三つ目の国はヒョギリシャを表します。その次は、十の角がついた怪物、これはローマ帝国を表します。それから、この十の角の間から何が出てきますか小さな角が一つ出てきました。 この小さな角が出てくる前にローマは帝国は分裂していたわけですね。この分裂した国の間小さな角が上がってきましたが、ダニエル7章でその正体を私たちは確認しましたけれども、それは強皇権であった。まあ、それを確認しました。この小さな角を強皇に適用するということはです、ね、私が勝手に行っているのではありません。歴史的に この教皇を小さな角と解釈学者は多くいます。えー、マーチン・ルーターですね、メラントン、えー、ジョーン・カルバン、えー、ツビンクリ、それからウィリアム・ティンデル、アイザク・ニュートン、ベンゲル、ジョン・ウェスレ、これはすべての優秀なですね学者たちが、こダニエル・ナナショウの小さな角を教皇権であるとそういうふうに解釈していきました。 従って、この内容を勉強していますとですねカトリッ教会に帰っておられる方が、まあ、時にはですね誤解をされることがあるかもしれません私は個人的にですねカトリ教会に何の感情を持っているわけではありませんもちろんカトリ教会にもですね素晴らしい信徒の方や まだ真実な方々が大勢いらっしゃることを知っています。まだ聖職者の方の中にもです、ね、本当に素晴らしい方も大勢いらっしゃいます。神様はきっとです、ね、その方をお救いに導いてくださるとそう信じています。しかし、カトリック教会という構造、この組織体が目指しているこの方向はです、ね、聖書と一致していないということを言わざるを得ません。聖書を語るときにです、ね、このことを避けることができません。 他の教会を批判しないために聖書の道をですね語られる言葉を避けて通ることはできませんですから今日も目標中3章でこのローマ教会について多く出てまいりますしたがってカトリ教会に帰っておられる方々知ってる方がいらっしゃってもですねまああの楽な気持ちで開かれた心で共に学んでくだされば幸いと存じます「タニエルス7章」のこの小さな角は一度没落します このの歴史の舞台から消えるわけですねところがダニエル7章を見ますとこの小さな角が命は生命を保存していて後再びですね起きてくるということがダニエル7章11節12節に記録されていますそして今日勉強されることになります目録13章ではこの獣の頭の一つが傷つけられて死んでいたと思われたがその致命的な傷が治って 全地が衰えて従うとありますね。まあ、一度、この歴史の中で消えたように見えましたけれども、再び出現することがこれ予言されているわけですね。もう既に出現している状態にあります。目録1 3章を開きますと、リトの獣が出てきます。第1の獣は海から出てきますね。で角が10個あります。 ひょうと似ていて、足はクマ口はしし。<laughs> まあこのようなですね、とても不思議な、えー、この獣が出てまいります。そして、注意説を見ますと、私はまだもう一匹の獣が地中から登ってくるのを見た。でこのはけものは、腰筋の角,角に似たとありますね。 まあ、見た目とてもです、ね、あの純粋な個石のような獣が2つの角を持って出てまいりました。ところでこの2頭の獣に共通点があります。まあ、外見はです、ね、全く異なるものるもの,のしかし共通点がありますね。最初の獣は竜が自分の力と玉座と大きな権威を与えたことにありますね。 で、二番目の獣は竜のように語ることにあります。ですから、二兎ともですね、竜とこのサタンとの勢力と。なるわけですね。すでに学ばれたように、青春に出てくる獣は、国や王を表すものです。この二兎の獣が、果たしてどういう勢力なのか。そして、何をすることになるのか。 そのことを短い時間ですけれども簡単にですねこのことについて確認をしていきたいと思います。まず最初の着物を見てみますと角が10個ありますね。表に似ています。足はクマの足ですね。口は獅子の口でした。まあ、思い出していただけると思いますね。 この獅子はこれはですねバビロンを表すものでしたそしてクマはメディアペルシャにそしてヒョウはギリシャですねそして銃の角のついた怪物はこれはローマですねですからダニエル賞の7章の獣これを1つに合わせた獣が この目白録の中3章に登場しているのですね。なぜこのような姿で、えー、登場しているでしょうか、まあ、この小さな角の力はです、ね、バビロン、メディア、ペルシア、ギリシャ、ローマ、あと分裂した国が過ぎた後にその場において現れてきます。 ですから、以前あった4つの国の特徴と文化的な背景を全て帯びているわけですね。そして、この小さな角の終わりの時代に登場するときには、えー、もはや小さな勢力ではなく、大きな巨大な勢力であるということを知ることができます。ですから、この最初の獣は、この間、女を攻撃していた全ての国々を合わせた。 の政治的でありまだ宗教的な勢力ローマ教会を適切に象徴しているものですねですからこのバビロンから特別に偶像崇拝を学びペルシャからは異教の宗教を学んで太陽神を崇拝することですねそしてギリシャからは異教の哲学を受け入れました そしてローマからは政治的な勢力を学んできたわけですね。いずれにせよ、この4つの国々からの特徴を全て合わせた姿で現れているのがこの獣です。ダニエルズ7章、この小さな角と、もちろ中山章の,この複合的な獣が同じ勢力であるということを、まあ、いくらでも証拠があります。まずダニエルス7章にこの小さな角が生命が保存されるとありますね。 目録中三章では死んだと思われたは致命的な傷が治ったとあります。これ同じですね。また、ダニエル七章には尊大なことを語る大きな口があるとありますね。目録中三章では体言と冒涜の言葉を吐く口があるあります。ダニエル七章では他のものより強いとありますし、目録中三章では誰がこの獣と肩を並べることができるか、まあ、こうありますね。 まだダニエル7章には小さな角が生徒らと戦う。木録中3章には生徒らと戦って勝つとありますね。そしてダニエル7章では意図高い方に敵対する。木録中3章では神を冒涜するとそうあります。同じ内容ですね。そして、えー、一時、二時、半時の間生徒らを苦しめる。 まあそうありますね示録中山章ではこれを4 3年半という期間を42ヶ月の間と計算してセトラを苦しめるとあります。タニエル7章の小さな角と示録中山章の複合的な獣は一致するものであってそしてその勢力はローマ教会を指し示すものであります。そこでタニエル7章、示録中山章は非常に重複する内容が多いですね。 ですから今日目標中3章を学ぶ時間においてはですねダニエル7章を学んだ内容をは省略しています時間がありませんのでそうした内容が非常に多いのでここは簡単に省略させていただきましたまず死んだと思われたが致命的な傷が治ったというのはこの教皇の力が回復したことを表していますカトリック新聞の2007年の新聞ですね 私確認をしております1798年、ローマが占領され、残りの教皇霊も譲渡され、ビオ6世はフランスに連れて行かれた、そして死んだ。教皇令というのは、これはバチカンを示すものですね。全世界の,この本部がある場所ですね。これが1798年に引き渡されました。 ところがこれをです、ね、再び回復する歴史的な知見がありましたこの地図の中にの赤いところがこれはパチカンですねその周辺の黄色いところこれがローマですねそしてその中にパチカンがあります、まあ、あれを失ってですねそして後まだ取り戻す知見が、えー、1929年 カス,スーキ系とイタリアのムッソリーの間で,です、ね、ラテン条約というのを結びパチカンをローマ教会に引き渡してそして自治権を認めるという新しい独立国家として始まったのが1929年でした。まあ、このようにして致命的な傷が治ったわけです。 その当時のその出来事は1929年2月11日サンフランシスコ・クロニカル・ニコルという新聞にこの記事が出ていますけれどもこの新聞は今も出版されていますまあこの新聞がですねえ今まだ出版されているわけですけれどもこの新聞の中にですね当時の記事をどのように記録しているかというとこの重大な文書に 傷が治るという神筆を加えることに両方ともとても真摯だった。まあ、ですから、既に作成された文章の中にですね、えー、傷が治る。とても明確にですね、文字通り、目視録中3章の予言を成就させたことになります。 聖書の予言はとても明確ですね。ですから私たちはこのことに従っていけば、確かに間違いなく三国までのとくことになります。その致命的な傷が癒されると、全世界が驚き、この獣に服従した、そうあります。今、この教皇の力がいかに大きいかご存じでいらっしゃいますね。もう一度確認をいたしますけれども。 全世界がその教皇の言葉によって影響を受ける時代になってまいりました大きな言葉を体言を語り冒涜を吐くそして42ヶ月がこの活動をするというのがたは7章においてモセに記録されています体言を語り神様に敵対して神様のようになるということを意味するものですね そして42ヶ月間の活動するという言葉は未来ではなく、これを記録した時のヨハネにとって42ヶ月、1260日の期間は未来のことでしたね。しかし、それは私たちの視点から見ますと、もうすでに過去の出来事でありました。まあ、この問題はねそのことで理解いただけると思います。その次、生徒たちと共に戦うとありますね。 まあこの竜の世界、蛇の勢力。これは神様の民、罪のない民を迫害し殺して攻撃します。しかし、やがて神の民は勝利することになっていますね。このような歴史が繰り返されます。大切なことは、目白く中三章の8節です。一緒に読んでみたいと思います。地上に住む者で、天地創造の時から、 ほふられた子羊の命の書にその名が記録されていないものはみなこの獣に拝むであろう。全世界のすべての人々が最終的にはこの2つに分かれるということを言っています。子羊の命の書にその名が記録された人とその獣の力に2つに分けられます。私たちはその中間に立つことはできません。どちらかに立つことになるわけです。 この教皇の力がいかに強いものであったか確認することができる事件が2005年4月3日にありました。その葬式の中で、えー、その見ることができます。この葬式に全世界の重要なすべての人々が全員集まりました。 たたくさんの人々が集まったわけですここに今、死体が横たわっていますね。もちろん、何の意識もありません。ところで、その前にアメリカのブッシュ大統領、その奥さん、そしてお父さんブッシュ、そして前大統領クリントン、この最古の政治的な使徒者たちが、 この死体の前にひざ,まいてひざまずいているわけですねまこれがですね教皇の力ですこのような大きな力を持ってどのようなことをするのかその後継者たちがそのことを明らかにしていますねヨアネ・パウロ2世が死んだ後新しく登場したのはベネット16世ですねそのベネット16世最初の公演で 教会統合を最終優先課題とするという記事の中でこの日ベネディクト16世は講演を通して全てのキリスト教の信者を必ず再統合させることを最優先課題とすると宣言しました再統合というのは一度ですね統合していたということを表しています全てのキリスト教がカトリルの中にありましたところが1517年に マーチン・ルータによって宗教改革が起きてプロテスタント教会が分かれていきましたそれを再統合させるそういうわけですその次に教会の統合のみならず宗教世のすべての宗教をすべて一つにしようというわけですねそしてさらには全世界の政治経済宗教これらすべてを 1一つにして統合するということがこの教皇の最終目標なのですしかし神様はこの全世界を集めて神ご自身が統治をしておられますこの2つの相反する目的の中で戦いが起こるこれを全と悪の大当と呼びます「パチカン帝国」という本が最近ありましたこの本ですね この本のサブタイトルはこの小さな説明がですね世界の絶対的な権力パチカン帝国ですそして教皇は世界をどのように支配するのか世界史に決定的な瞬間においていつもパチカンはあったこのようにですね教皇の力を描写していますこの本の後ろの表紙を見ますとこの後ろの方にですね書いてありますけれども 激怒するその世界史を経て、全世界的尊敬と勢力を強力な影響力を持っ,て持った巨大な軍隊力を持つことができなかったのは、未だに歴史的に謎であると、そう言わなければならないんですね。非常に大きなこの謎だと、こういうわけです。どのようにしてこの小さな国が、まして教会の勢力が全世界を支配する巨大な権力,を権力になることができただろうか、非常に不思議であるわけです。 しかし、聖書は明確に答えています。目示録中3章2節から4節を見ますと、竜がこのサタンが自分の力と自分の力と玉座と大きな権威を与えた。4節を見ますと、竜が自分の力と大きな権威を与えた。つまり、教皇が権威を持っているのは自分の力ではなくて偶然でもなくて、聖書の予言の常時だ。 そういうことを私たちは歴史的にですね、明確に見ることができるわけです。結局、囚らわれるべきものは囚らわれていく。剣で殺されるべきものは剣で殺される。ここに、この言葉は、この世界を支配する巨大な勢力が神様の人々を攻撃する。しかし、 彼らがやがて殺され捕らえられるんだということを教えています。したがって信徒たちには何が必要でしょうか。忍耐と信仰が必要であるということを教えています。神様の民はいつもですね攻撃を受けます。しかしだからこそ忍耐し信仰を持って耐えていくという信仰が私たちに必要ですね。 もう少し引退するならば、えー、やがて必ず勝利があるということを教えています。そのの理由は神様が私たちの味方でであるからですね先の新聞にです、ね、1950年代のメキシコの一人のカトリックの神父が次のような言葉を残しました。プロテスタント教会は基礎となる根拠を持っていない。その一つとして政治的根拠のある土曜日を守っていない。 彼らがセ,セブンス・アドビス協会と一つになるか、土曜日から日曜日に礼拝日を変更した教会、カトリックと一つになるか、選択すべき時が近づいている。まあ、とても予言的な言葉です。この世の全ての人々、プロテスタント教会のすべての人々を含めて、この二つの一つを選択しなければならない。この最大一の獣が政治、 宗教経済において全て,をし全てに分野を世界を支配している強硬権の大きな力を象徴しているものですところがこの強硬権をは非常に宗教的な勢力なので軍事的な武力を持っていません、まあ、言葉で、えー、語ってそれがうまくいかないとその次は武力を使います しかし軍,軍事力を持っていません、まあ。そこでサタンはこの地上で最も力のある一つの勢力を助けるためにつけてあげました。それは非常にです、ね、単純な理屈ですね。誰がこの教皇を助けようとするでしょうか教皇を助けて働く獣がこの第二の獣ですね。この七筋のように始まった獣とは まあ言うまでもなくこの羊のように純粋に出発して全世界的に最も大きな軍事力を持った国これはアメリカです政教と精神プロテスタント精神を持って始まったんですけれども今は完全に変わってしまってそして逆に、えー、この強硬を助けている力となりましたこの地中から上がってきたこの獣は プロテスタント教会の国、アメリカを象徴するものです。その獣の働きを見ますと、獣のように物を言いこの第二の獣がですね、先の獣が持っていたすべての権力をその獣の前で振る舞い、地とそこに住む人々に、致命的な傷を治った、あの獣を先の獣を拝ませた。 この先の獣を助けるというんです。まずこの2つの勢力がこの1つになっていくということ自体がですね客観的に,非常に不可能に見えますね。アメリカがこの強硬の力をここから避けてですね出てきた国ですね。ところがそれを助けると実際に起きているわけです。 この1992年ですね2月24日の「タイム誌」ですこの「法理・アライアンス」というのは聖なる同盟という意味を持ちますねこの2つの勢力がこの同盟を結んだというわけですねその内容を見ますと1982年にこの握手をしたというわけですねこの2人がこのですね教皇庁の図書館で秘密の会議をして 生まれたこの結果共産主義を倒したというものが書いてあります。教皇は共産党の支配下にある数千万、数百万のカトリックの教徒たちを救うためにそしてアメリカは世界唯一の強い力を残すために共産主義を倒すということで合意したわけですね。結局この2人が出会った後に共産権は崩壊していきました。そしてゴルバチョフは 後に、教皇は共産党の歴史を変えた、そういうふうに告白しています。このようにして、このことが起こったわけです。その後、アメリカは教皇がなすことを積極的に支持してまいります。1999年1月28日の新聞を見ますと、クリントンがセントルイスに到着した教皇を迎えるとき。 どのようなことを語ったかというと、教皇の規模通りになるようにアメリカがいかに努力をしているか、今回の訪問を通して確認されることを希望します。大きな変化というなければなりません。まあ、この絵を見ますと、このブッシュ大統領がです、ねまあ、まるで子供のようにです、ね、座っています。で、教皇が一言は言うわけですね。まあ、この姿がなかなかですね、こういろいろ考えさせられるわけです。 この2つの姿を2人の姿を見るときに私は目白中3章の二頭の獣を想像します。あの力強い獣の前でアメリカはなんとおとなしいことでしょう。この様子がどうであろうと結局は、ね、アメリカはこの強硬の言葉に従っていくことになります。ワシントン・ポスト2001年4月21日の新聞です。 アメリカのの変化を次のように記録ししていました1960年代にジョネフ・ケネディは本人が当選しても教皇に服従しないということをプロテスタント教会の牧師たちに約束するためにワシントンからテキストに下っていった。反面2001年のブッシュは本人が当選するならば 教皇に復従することを一連のカトリ教会の監督たちに約束するためにテキ,ストからワシテキサスからワシントンに登ったこれがアメリカの変化ですこの米国は教皇のすることを助けるために最善の努力をしているわけですね、えー、ではどのようにして助けるでしょうか第一に中3章中3節を見ますと 大きな印を行って人々の前で天から地上に火を降らす。まあ、この火をです、ね、降らすわけですけれどもこの火はしばしば霊、精霊を象徴しますね。そして青春に出てくる火を降らすのは全部神様のなす技ですね。人間はこれはなし得ません。ところがこれが下ってきたと言います。ところがこの火が下ったということはこれは下る。 るいう字ですねそして、えー、この「霊」というのは神神、うん、つまり更神術にあたるものであると言わなきゃければなりませんサタンが更神術を使ってですね、えー、この目的を成すそういうふうに理解することができますこの更神術というのは死んだ人の霊が生きた人々と交わることを信じることです、まあ、そのように死んだ人々の霊魂を くた、まあ、らせる技ですね。それを更新術と言います。このようなことがたくさん起きています。サタンはあのとても巧妙な存在ですね。第二のコリ国と中1書、中4節中五を見ますと、サタンでさえ,え光の天使を装うことができるとありますね。サタンに使える者たちも義に使える者と装うことができるとありますね。死んだ者がまるで生きているかのように偽ること。 それをサタンがなす行進術です。もう一つ,一つお話申し上げます以前ですね、CNN 放送でとても不思議なことが放送されました。LA に住んでいる36歳の奥様はですね、帰りに犯人に拉致されて、そして殺されて、どこかに埋葬されてしまいました。 ところでどんんなに探してもですねこの犯人が見つかりませんそこで、この犠牲者のお父さんがこの更新術師を訪ねます。そしたらその更新術師がですね、この犯人の1人が赤いトラックに乗って48番国道を走っている。だからその周辺の警察に連絡して捉えればいいですとこう教えました。そこで警察はこの犯人たちを追跡して捉えることができたんですね。 そしてそのお父さんがその更新術師とこの会話をしている内容それを CNN 放送が全アメリカに放送したわけですね驚くべきことが起こってしまいましたこれは更新術師が当てたというよりもむしろサタンがですね働いていたということを言えますこのようなサタンの働きがですねたくさんこの世を支配するはずです 先の獣の像を作るように先の獣の像を作るようにというふうに言ってますねこの言葉はなかなか解釈が難しい言葉です簡単にですね確認してみたいと思いますけれども像というものはその翻訳された前の言葉でエイコンという言葉ですねエイコンという言葉は似ているもの分身という意味ですねこれと4の4にはですね髪の似せ方にあるキリスト つまりイエス様は神様のエイコンであるとですね。神様のに使われてあるということができますつまり獣のような役割を果たすもう一つの群れを置くという意味ですねアメリカがそのような群れを実はたくさん持っていますねまあ、アメリカあのこの教会の連合ですねそしてアメリカの価値観運動アメリカの価値観 アメリカの回復運動、カトリ教会協議会、まあ、こういうです、ね、たくさんの宗教会議があります。まあ、そのような団体が今、アメリカのプロテスタントたちを中心に起きているということですね。保守的なキリスト教団体なんです、ね。まあ、終わりの時代、呼んでいますとですね、あの獣の偶像とは自分の距離を供与するために国家 主権の助けを求めることによって生まれる配信したプロテスタント教会の団体を表すこうありますねですから先ほど申し上げた内容の通りであるわけです実際にこの宗教団体は聖書の選挙,選挙の時ごとにですねこのパンフレットを作って選挙を運動をしますがこの宗教団体の言うことを聞かない候補たちを は選挙で勝つことが非常に難しくなります、まあ。深く政治に関係していきますね。そして自分たちの要求を貫きます。私たちの要求を聞いてくれるならば、あなたを選びます。こういうわけですね。まあ、このようにして、アメリカを動かす力はですね、教会の補修団体であります、まあ。これらのものを私たちがですね、この獣のための像であるとそう言えます。アメリカの政治は、 キリスト教保守派によってですね動かされるということを表現しています。最近は進歩的なキリスト教会さえもですね選挙が近づいてくるとこの政治的勢力化していきます。ですからこの宗教が政治に関わっていきますし、まだ政治が宗教を助けます。これが歴史の一番最後の現象であると言えます。そしてもう一つはこの獣の刻印を押すということです。 この国印とは何でしょうか、えー、右の手そして、額に国印を受けさせる。そして、この国印を持っているもの以外には、売買することができなくなる。非常に重大な挑戦ですね。この獣の特権を象徴する代表的な国印とは何か確認してみる必要があります。カトリックの多くの文章の中に、 教会の力を表現するときに、教皇は時を変え、そして法を廃棄し、さらにはキリストの教訓までも削除する権威があるとそう主張します。つまり、神様より高い力を持っているとこういう意味ですね。神様が記憶したものさえも変えることができますま。実際にですね、1893年。 のこの記事を見ますと記録を見ますと、聖書は安息日を成別するように記しているが、キリスト教会は言う、いいえ。私は私の神聖な権威を持って安息日を廃し、主の第一日を成別するように命じる。見よ、全世界の文明世界がカトリックの教会の命令に屈している。つまり、日曜日休んで、礼拝しているということですね。このような制度を カトリック教会は自分たちの力であると解釈しています。そして、えー、この法律もです、ね、別の法律を持っています。神様の実会とカトリック教会は異なりますね。この記録は決定的なものです。日曜日は経緯の印である。教会は聖書の上にあり、安息日遵守の変更が、まあ、その印である。つまり日曜日は安息日 礼拝日として守っていることは、語り教会の権威を表すものであるとそういうわけです。結局、日曜日を強制的に休ませる法律を作って、全世界をそこに従わせるはずです。まあ、このことについては、ですね次の時間に詳細に勉強します。拡大の大相当592ページを見ますと、教会と国家の人たちは、すべての階層の人々にこの日曜日を守らせるために、 買収し、説得して、そして共要するために、えー、力を合わせるであろう、そうありますね。国家と教会が一つになるとても重要な理由は、国家が教会に求める日曜日強制休業令を作ろうためであるわけですね。これが政教の一致、えー、政教連合の重要な目標となるわけです。そして、590ページを見ますと、人々が日曜日である安息日を犯しているので、 えー、神様から呪いを受けていること、そして、えー、そのことを日曜日遵守を厳格に強要する前は、その災いは決して終わらないだろうと、そういうことを言っているわけですね。つまりこの世の中で起きているさまざまな災難、戦争、不幸は日曜日を守らないところにあるのだ。したがって日曜日を守らせて、えー、この日をちゃんと守らせれば、 いけないつまりこの日を守らない人々には不利益を与えようというわけですまあ、このようなことをですねこの強要させようとするわけです右の手や額に刻印を受けさせるというわけですね 右の手は実際的な行為を象徴するものであり、額は考えるその認識を意味するものですね。ですから日曜休業令に服従することを通して、教皇の力に屈服させるということにこの意味があるわけですね。まあ、結論、これが結論です。 つまり日曜休業令の力に服従することによってつまり教皇の力に服従しなければ生存の危機に遭うそういう時が来るということです。まあ、この時に私たちの決断が必要になってまいります。日曜休業令を守って教皇の力に従わなければ。 人間的な視点で、えー、これを見たときに生きていくことができないように見えるときが来るというわけですねそのとき私たちは何を選択すべきか、まあ、このことが私たちのです、ね、運命を決定つけるものとなります神様に頼るの代わりにです、ね、人間に頼って生きなければならないとそういう状況が訪れてきます この時までこの時に最後まで忍耐し信仰を持っていく人々だけが神様によって救われるわけですね。残りの時代の状況です。結局、目的中3章を勉強していきますと、サタンはこの10回に対して、そして神様の存在に対して攻撃をかけてきます。10回ではですね、私のほかに,他に神様を構え神を持ってはならない。そうありますね。 ところが、中山章ではですね、この地上の住んでいる人々がすべてにこう獣を拝ませるというわけですね。偶像を作ってはならないとありますのに、偶像をこの獣のために作らせるというわけですね。第三の今しめは、主の名を乱れに唱えてはならないとあります。ところが、目示録中山章を見ますと、神様を冒涜するとありますね。 そして第4の戒めは安息日を性別しなさいですが獣の,この刻印を受けさせて安息の代わりに日曜日を強制的に守らせようというんですねもうこれ完全にサタンの戦略というわけですね神様の存在と神様の礼拝それに対する挑戦です私たちはこのことを理解して歴史を見る必要があります 最後に、えー、知恵がここに必要である賢い人は、えー、獣の数字どのような意味があるかを考えるがよい数字は人間を指しているそしてその数字は666 66であるこれをです非、ね、常に分かりやすく説明した現代人の聖書というものを見て糸口を見出しました この獣の名前を数字で記しますと666となります。獣の名前を数字で表現しますと666ですね。この数字で表現しますと666になりますね。獣の数字を数字で表します。この2つを合わせて確認をしてみたいと思います。 まずその数は何でしょうか人間の数です。一度はですね、これは最初は人間の数です。そしてその獣の名前を数字で表現しますと、666です、ね。まあ数字をちょっと見てみましょう。7というのは神様の数字ですね。777。これ永遠の完全数です。6はですね、不完全な数ですね。これが重なると永遠の不完全な数字になるわけです。666です。 で昔、伊許の大祭司たちが占うときに使用していたあこの先生術の,この表を見ますとです、ね、この数字をこう右側に合わせてみると111。そしてそれをです、ね、下に合わせてみてもやっぱり111となります。全部合わせますと666となりますね。これを持って占いました。これが人間の数です。まあ、言い換えれば、サタンの数字ですね。 ところでこの獣の数字をこのこの獣の数を数字で表してみなさいとありますね。教皇ごとに名前が全部違います。しかし、共通した名前を持っていますね。それは神の御子の代理者。これはです、ね、辞書の中にも出ています。ヴィカリオス・フィリデイという名前ですね。これはラテン語ですけども、それぞれの数字が、この名前が数字を持ちますね。 まあそこでビカリオスフィリデイという文字を解いて数字にしてみますと全部合わせますとですねその数は正確に666になります。まあ、この差異はですは、ね、何かあの他のところで解釈してはなりません。この最初の獣の働きをよく見てそしてその獣の名前を数字で見てみますと666になる。 まあこのようにしてですね、予言は正確に成就しますし、まだ成就していくわけです。結局、善悪の戦いというのは、神様を正しく信じる人、そして神様を正しく信じない人々が攻撃するわけです。神様を信じない人々ではなくて、 神様を信じる人々が神様の方法に従って生きない人々が神様を信じる人々を攻撃するわけですね。まあ、そこで最後まで神様の御言葉に従って生きる人々をこの残りの民とこういうわけです。これがですね、善と悪の最後の場面ですね。結局、このダニエル章、山章に出てくる虎の平野で起きた出来事。 と同じことが起きます。その獣の像が建てられます。ネブカトネザル王の像が建てられましたね。それからその偶像にですね、ひれをしなさいとこう命じられました。もし、おめなければ殺されます。すべての人々がひれをしました。金の像にひれをせという命令を聞いて、 えー、ひれ伏していましたけどもそこにひれ伏せない人々がいました。ダニエルとその3人の友人たちですね。命を懸けて立っているわけです。だから彼らをですね、殺そうとするわけですね。終わりの時に獣の像に、えー、この獣にわかませるという時にこのひれ伏せなければどうなるでしょうか。獣の像をわがもうとしないものがあれば皆殺しにさせた。そうありますね。 全ての人々がこの選択を迫られます。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得る。この信仰はこの時代に求められていくわけですね。ダニエルと三人の友人は命をかけて王のメールに拒否しました。結局彼らは泥の中に投げ込まれてしまうわけです。しかし、決して死ぬことはありませんでした。むしろ彼らを投げ出した人々が、 えー、死んでしまったんですねしかしそこに投げ込まれた人々は神様によって生きることができました。終わりの時代に私たちにこの信仰が必要です。命を懸けて最後まで神様の側に固く立っていかなる場合であっても<ー><ー>打ち勝ってこの救いを得る皆様でありますように心からお祈りいたします。